それを一箇所に集中することで、はい、フェイスのたわみを効率よくできるようにしてる。もう全部飛ばすっていう感じ。こんにちは、シンです。今日はプロギアの RSX 新発売のモデル、シダシいきます。シダは PG ツアースーパーストア名古屋栄店で、説明山下さんにお願いします。お願いしま す, お願いします。今回 RSX が3モデルっていうことですね。はい、普通の RSX と F と MAX っていう。そうですね。一番優しいモデルでいくと、優しいのは、まあ、あの MAX ですね。 MAX、はい、じゃあ MAX モデルから試していきます。はい、RSX MAX モデルで 10.5 のシャフトが純正の天性 S シャフトでいきます。お、構えた感じは、まあ、結構優しいタイプなんで、こうヘッドの後ろ側がちょっと長いっていうタイプですね。優しいタイプだとめちゃくちゃフックフェイスのクラブとかもあるんですけど、これはでもそんなにフックじゃなくて結構ストレートめに構えやすいです。今ちょっとフェイスの下めに当たりました。でもフェイスの下に当たってもある程度球が上がってくれてる感じでしたね。うん、ちょっと打感は芯に当たってなくて分かんなかったんで、もう一球いきます。これはほぼセンター芯に当たりました。まあ、マックスタイプ 10.5 なんで、やっぱ楽に球が上がるっていう感じはありますね。私のヘッドスピードだとちょっとスペック的には優しくて、バックスピン3300ぐらい、うん、まあ、でもヘッドスピードが 40ちょうどとか45ぐらいまでの方だったらマックスタイプ全然ありかなっていう感じします。おお、曲がらずに打っていけそうな感じありますね。軽いドロー266キャリー。プロギアの打感結構いいですね。まあ、どっちかというとちょっと高めの音がする感じで、なんか弾く感じがあるんで、弾き系の打感がいいっていう方にはいいかなと。ヘッドの特性的にはどんな感じなんですか？そうですね、今回あのフェースのセンターに、はい、あの重心点と、はい、あの最大のたわみ点っていうのと、はい、あと最高の CT 値ですね、はい、あのまあ、反発度合いなんですけど、はい、それを一箇所に集中することで、はい、フェイスのたわみを効率よくできるようにしてるっていうのが一つと、はい、ネックのカートリッジの穴が4つあるんですよ。はい、まあ、そこから見えないんですけど、はい、あ、これを抜くと、はい、4つあって、はい、4つあることで、まあ、あの1つの刺さってるこう抵抗がすごく少なくなるんですよ。それもこうあのヘッドのたわみを、はい、まあ、最大化させる工夫になっていて、なるほど、全部飛ばすっていう感じ。あ、はい、あそこはネックがちょっと工夫してある分、まあ、そこのこう余分なロスみたいなのがなくて、そうですね、ちゃんとたわませるっていう、はい、うん、フェースの中心を CT 値が一番効率化されてるっていうのは、逆に芯外すとロスするのかみたいな、そういうのは、あ、そこに集めることによって、はい、こう外した時でも、はい、あの変なたわみしないようにっていう工夫ですね。まあ、でもさっきちょっと芯外れた時ちょっと上目だったんですけど、さっきの球は全然いい球で飛んでます、ね、これはちょっと捕まって左、距離のロスは全然ないですね。飛んでくれますね。確かにネックの部分が近くで見ると太めになってて、はい、構えたら色味が黒いんで、その太いネックって全然わかんないですね。結構落ち着いた色のヘッドしてるんで、構えた感じはシュッとします。うん、これはいい球。おお、結構マックスタイプ、まあ他社さんのマックスタイプとかだと、私が打つと、まあ、振った分ちょっと吹き上がるみたいなドライバーもあったりするんですけど、うん、これは結構私のヘッドスピードで打って10点ぐらいでも意外と吹き上がらなくて、まあ、優しく打てるヘッドで、でもちゃんと振った分だけこう前に飛ばせるっていう感じです。まあ、スピン量が吹き上がって、まあ、飛ばないこともあるみたいな方は、全然マックスタイプのヘッドでも、あ、スピン吹き上がりすぎない状態で優しく打てるっていうヘッドです。じゃあヘッド変えてプロギアの RSX。で、シャフトは同じ S シャフトで打ち比べしていきます。おう、ヘッド構えた感じは、やっぱ後ろ側がちょっと短くなってシュッとして、でフェース面はよりストレートになってます。さっきよりストレートな球筋。ちょっとフェードも打ちやすそうなヘッド形状してます。おう、こっちの方がやっぱストレート系に打っていけるイメージは湧きますね。うん。まあ、構えた感じがよりこうストレートなんで、まあ、ちょっと捕まりすぎるっていう方とかは、さっきの MAX よりもこっちの無印の RSX っていう感じかな。うん、
データもバックスピン2600で打ち出し11度。結構理想的なデータで飛んでます。ヘッドの特性的にはどんな違い感になりますか？基本的にはさっきともうこのシリーズは一緒で、はい、それぞれもう重心位置が違うっていうだけですね。なるほど。じゃあまあさっきの方が優しかったんで、このモデルの方がちょっとフェース面重心寄りだったりとかですかね。うん、スピン量もよりこう抑えてくれて、これだったらもうちょっと振ってっても距離がしっかり出そうですね。軽いドロー目、これは距離が出てくれそう、うん、ボールスピード72でキャリー274、いい出た。おお、あでもロフト 10.5 でこのバックスピンで出てくれるんで、まあ、打ち出しが中段道ぐらいで出ながらバックスピン上がりすぎない感じはいいですね。おお、ほぼ曲がらない軽いドロー、いいですね。なんか優しく曲がらずにストレートボールが打っていけるイメージで、何気にプロギアの打感結構好きで、打感と音がなんかちょっと弾く系の方が振ったら振った分だけ飛んでくれる感じがするんで、うん、もう軽いドローぐらい安定して縦距離が揃ってくれてるなって感じで、バックスピンが本当2500から700ぐらいで安定してて、どっちかっていうとこうめちゃくちゃ捕まるっていうヘッドではないんで、こう相性合うタイプとしては、まあ、ストレート系の球がもうそもそも自分でこう打っていけるっていうタイプの方が構えると、すごいこうストレートなボールがイメージしやすいなっていう感じです。まあ、本当スピンの入り方とかは、まあ、安定して2500ぐらいっていう、まあ、減りすぎず増えすぎずっていうところなんで、まあ、ちゃんとこうティーショットでバンカー越えのあそこにキャリーさせたいみたいな、そういうこう狙えるイメージがすごく湧くドライバーです。じゃあラストはプロギアの RSX F タイプのヘッドでいきます。これはだいぶヘッドの感じ変わってきますね。ヘッドのまあコンパクトさはさっきよりも若干小さくなったぐらいの感じですけど、構えた時に面がちょっと開いて見えるぐらいのヘッドなん でヘッドもだいぶちょっとディープになったなっていう感じですね。ディープフェイスのヘッドなんで、やっぱスピン量が減りそうな感じがあります。ロフトは10度でシャフトは同じでいきます。今ちょっとヒールに当たってフェード目の球、おやっぱ低弾道系のちょっと強めの球で出ますね。当たり良かったらもうちょっと飛んでくれそうな、これは軽いドローでスピン少なめの球で、おおやっぱスピン少ない分ランでも飛ばせる感じですね。打感がさっきと若干違って、さっきの方はちょっと高めの音なんですけど、うん、F タイプだとやっぱちょっと低めで、なんかまあ上級者が好みそうな柔らかい打感意識してるのかなっていう、うんうん、ヘッドの感じとしてはどういう感じですか？基本的にはその、まあ、ディープあのフェイスにしていて、うん、まあ、ちっちゃくは見えるんですけど、はい、体積は他の2つと一緒なんですよ。ああ体積一緒なんですか？はい、マックスとも一緒？そうですね。あとは捕まらないような、まあ、重心位置だったり重心角だったり、はい、あとそれだけライがちょっとフラットになってます、はい、あライもちょっとフラットなんですか、はい、なので、まあ、捕まらないようにもう完全にしてるって感じ。なるほど、はい、やっぱ捕まりすぎないようにしてるっていう、はい、私も調子悪くなるとちょっと引っ掛け系になるんで、そういう方にはちょうど相性のいいドライバーですね。これはちょっとフェード目で打っていけました。今フェードでヒール目に入った分バックスピン意外と入りましたね。今のはちょっと私のスキル部分で、このドライバーでちょっとヒール目当たると結構スピンが増えすぎてしまってみたいな感じでしたね。ちゃんと芯に当てないと性能が発揮できないかもしれないです。3つの中ではちょっと難しさというか操作性の良さ感は感じます。これはフェース上目でスピン量少なめの球。お、300いきましたね。おお。なるほど。だいぶ特性が出ますね、このドライバーは。はい、うん、やっぱ言い当たりするとバックスピンがしっかり減って、うん、で、まあ、今のもキャリー279のトータル300。さっき芯外すとスピン量3500ぐらいまで増えて、はい、で急に距離落ちたりしたんで、やっぱりその辺はちゃんとこう自分でスイングを整えていけるっていう方じゃないと距離がこうまちまちになってしまうっていうところはあるかなと思うんで、
ある程度優しく打っていきたいなら MAX か無印の方の RSX、 RSX の方がおすすめかなって。これは軽いドロー系で、ああでもちょっと当たり的にスピンが入る当たりでしたね。ボールスピードは73で増えたんですけど、バックスピンが2700。これは軽いフェード系の球で、お惜しい299、まあ、フェード系の分キャリー281でちょっとスピンが2500ぐらい入ったなっていう感じですね。で、まあ、一発の飛びで行くならヘッドスピードがある方が RSF のヘッドを使っていいとこに当たるとバックスピン2000ぐらいで抑えられて飛ぶっていうイメージはあります。でもやっぱちょっと打点ずれるとスピンが入ってしまったりっていう、こう難しさの部分も感じたので、優しく打ちたいのか、それともこう一発の飛びで低スピン、より低スピンのモデルを求めるのかっていうところで選んでいただけるといいかな。山下さん、3つのヘッドは打ちました？はい。そうです。必ず全部打ってます、ね。山下さん的にはどれが良かったなってありますか？無印の。ああ、無印の。はい、よかったです。うん、まあ、バランスいいですね。いいですね。F が難しすぎて、打てなかった。ですね、私 F 打って、はい、なんかまあ、毎回低スピンで安定するのかなと思ったら、打点によっては意外とスピンが入ってしまってとかもあったんで、無印の今回こう良さっていうのを感じたなっていう、はい、今回プロギアの RSX3 機種打ち比べしていきました。で、 MAX は構えた感じでもこう捕まり感の出てるヘッドなので、ちょっとスライスしてしまう方とかは優しく捕まえれるっていうので候補に入ってくるかなと思います。で、無印と F に関してはここの差がすごくあるなっていうのを感じていて、 F のロースピンタイプの方が打感もちょっと低めだったりとか、上級者が好むヘッドですね。で、いいとこに当たるとしっかりロースピンになるんですけど、ちゃんと芯に当たらないと逆にスピン入って飛ばなくなったりするので、まあ、ドライバーに自信があってロースピンでしっかり打ちたいっていう方は F のモデルを選んでもらえるといいかなと思います。で、今回私の一押しは無印の RSX、 すごいクオリティが高いなと思いました。構えた感じもストレートなヘッド でスピンの入り具合もすごいちょうど良かったですね。2500ぐらいで毎回安定してたので、まあ、めちゃくちゃ飛ぶっていう感じではないんですけど、ティーショットでこうバンカー越えのところにしっかりキャリーさせるみたいな、そういう、こう狙えるドライバーっていうイメージが湧いたので、皆さんもぜひ試打してみてください。で、またいろんなモデル試打していくので、何か試打してほしいモデルとかあればコメントを募集してます。今回の動画参考になったらいいねやチャンネル登録もお願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。それではさようなら。